コンサルと自作 OSS を活用した拡大規模のウェブサービスということで藤原さんの方から発表していただきます。最後に10分間ほど Q&A の時間も用意しておりますので、活発な質問をお願いいたします。では藤原さん、よろしくお願いいたします。はい、では始めさせていただきます。自己紹介ちょっと時間ないので飛ばしていきますね。藤原と申します。ツイッターでは藤原と藤原で、GitHub とかも藤原で、はてなは S 藤原っていう、アカウントですね。で、会社は仕事は面白法人カヤックの技術部というところにおりまして、まあ、もうすぐ4年半ぐらいですかね、勤めております。はい、で担当して、ちょ今日の話なんですが、まあ、ざっくりその弊社でやっているロビーというサービスの話を、まあ、多少紹介した上で、そこにコンサルを入れて、それとコンサルのと、自分で作ったソフトウェアを使って、ロビーでどのような運用をしているかと、そういう話をしたいと思います。で、これはカヤックのやっているゲームとコミュニティサービスですね。先週出たばっかりのポケットフットボーラーというゲームはおすすめですので、ぜひよろしくお願いします。あとはロビーというコミュニケーションサービスと、あとソーシャルゲーム、いわゆるソーシャルゲームと言われている、ゲームが何タイトルかあります。今、ここにあるやつ全サービスにコンサルは一応入ってますね。使い方はいろいろですが、はい、そんな感じです。で、ロビーについてですが、まあ、そのスマートフォンに特化したコミュニティを提供するための、サービスでして、まあ、例えばチャットであるとか、あとは最近多いのはプレイ録画っていって、ゲームをプレイしているところを実況付きで録画して、それを、アップロードしてユーザーで共有できるみたいな、まあ、そういう SDK とかを開発しておりまして、まあ、そういうサービスです。で、まあ、図はまあいいですかね。ユーザーさんとがロビーでコミュニケーションを取りつつ、ゲームの開発者は、SDK を組み込んで自分のゲームにその機能を追加したりできると、まあ、そういうサービスです。で、まあ、ざっくりサーバーの話なんですが、2010年から開発が始まっていて、最初は東京リージョンもなかったので AWS の US でやってました。これちょっとまだ僕がいない頃なので、でしかも資料はあんまり残ってないので分かんないんですが、多分4台ぐらい、アプリケーションサーバー2台の DB2 台とかそれぐらいで始まったはずです。でその後、自社の、インフラのところに持ってきて4台から、まあ、20台から、まあ、多い時だと30台近くなったかもしれないですね。でその後2013年約2年前に、AWS の東京リージョンに引っ越しまして、で今だとマックスで100台ぐらいまで、オートスケールするので平常時100台ってことはないんですが、マックスだと100台ぐらいまで、EC2 のインスタンスが増えるみたいな感じの、サービスになっております。で、これがコンポーネントでですね、だいぶあの EC2 が多い。で、あの点線でくくられているのがオートスケーリンググループで、あ、ちょっと見えないんですね、字ね、まあ、アプリケーションサーバーのオートスケーリンググループと、あと SDK 向けのアプリケーションサーバーのオートスケーリンググループ、画像変換のためのオートスケーリンググループだって、あとそれ以外にそのチャットなのでリアルタイム通知するのにストリーミングのことで書かれたサーバーがいて、まあ、それがいて、バチサーバーがいて、 DB もシャードが3つあって、それぞれ複数台いて、あとはログの集約サーバーとかログの解析サーバーが乗り比べたりとか、そういう感じ。あとは、さっき言った動画の SDK のための動画変換サーバーというのもオートスケールでいます。あとは、それの EC2 でやってるやつの他に AWS のマネージドサービスをいろいろ使っていると。そういう感じで、まあ、最近はそのマネージドサービスをいっぱい使って EC2 はあんまり使わないというのが流行りなんですが、モダンなんですが、まあ、いろいろ何しろ2010年からずっとチクチクと機能が追加されているので、まあ、こんな感じになっているという感じですね。はい。で、さっき言ったようにですね、ホストの種類がとっても多い。あと、デーモンがすごく多くて、多分デーモンとしてそのアプリケーションサーバーであるとかジョブワーカーであるとかで起動しているやつが全部数えると20個ぐらいはあるんじゃないかな、サービスの中でという感じで、まあ、いっぱいソフトウェアが動いています。あと言語はパールでがほぼメインですね。 API サーバーとか全部パールだし、で DB アクセスも全部パールのモデルを使っていると。あとはさっき言ったようにストリーミングのサービスをやるところは、ノードで書かれていて、ただまあノードも最近 Go に変えたいねってことで Go をちょこちょこと、入れていってるという感じです。はい、ミドルウェアもいっぱい使ってますね。エンジンXも SQL、スターレット、フルエント D のリクラメン、キャッシュ D、JPL、C、ヤマン、トゥエンブル、C の MHA で、と、あと、まあ、本当にいろんなソフトウェアが入って、結構ごちゃっとしたサービスです。で、AWS に移行したときに結構悩みがあって、まあ、当時内部 DNS っていうのは持たなかったんですね。で、例えばホストのアプリケーションサーバーの IP アドレスを知るためには、ホストファイルにシェフで書いていたと。で、そうすると、ホストを追加するときにシェフの設定儀を変えて、前代でシェフを実行して、ホストを更新するみたいな。ことをしなきゃいけなくて、まあ、めんどくさいんですよ。でしかもそのホストで名前が引けないとシェフのレシピが失敗するパターンっていうのがあって、まず1回ホストを出すときはシェフ、ホストファイルを更新するためだけのシェフを回して、ホストファイルで名前が引けるようにしてから実際のプロビジョニングを行うとか、そういうめんどくさいことをしなきゃいけなかった。あとは DNS サーバーを自前で持つのがとてもめんどくさい
やったことがある方いらっしゃいます？自分で DNS サーバーを一合成で作ったことあるぜって方ってどこありますありますけど少ないですよね。しかもこれシクルとサービスに直結するのでだいぶ嫌な使いたくない感じなんですけど、で当時はインターナルのルート53がなかったので自前で持つの嫌だなと。で、まあ、それであと AWS に移ったことでホストの追加と削除の頻度がすごく上がったということで、これあとオートスケールもしたいよねと。やっぱちょっとお金を抑えるために、常時10台上げとくよりはピーク時は10台だけど、低負荷時は3台まで落とすとかそういうことしたいよねというのがあって、まあ、そういうことで主に内部 DNS が欲しくてコンサルを使い始めましたという感じになっております。はい、でコンサルの話をします。コンサルについてちょっと、知っているという方ってどれぐらいいらっしゃいますか？コンサルというソフトウェア知っている、では使ったことがある人、本番で運用したことがある人、だいぶ少ないけどよかった。はい、じゃあコンサルで何ができるのかちょっといろいろできて、分かりづらいんですよコンサルって。でそれちょっとざっと流してから実際の使い方の応用例って話をしたいと思います。まあ、これはハシコープのプロダクトで、何ができるのかってこれ公式サイトに書いてあるのはサービスディスカバリーとヘルスチェッキングとキーバリューストアとマルチデータセンター機能というのがありますと。でちょっとマルチデータセンターの話はとても時間がないんでその上の3つをまず紹介しますね。でコンサル全体のアーキテクチャなんですが、これがその公式サイトに載ってるやつで、まあ、ちょっとこれマルチデータセンターの話はしないので、上が データセンターの、四角いのがデータセンターですね、2つあってインターネット特進につながってるみたいなやつなんですけど、こっちだけの話をしますと。で色がついてる四角がノードですね、まあ、サーバー、一室のサーバーだと思ってください。でそこの上にデーモンが1プロセスずつそれぞれ動いていて、でその、プロセスはサーバーであったりクライアントであったりどっちかの状態になってます。でサーバーという中に1台だけリーダーというのがいて、基本的にはこいつが全部マスターで DB のマスターみたいなものですね。書き込みは全部リーダーに行って、そこから他のサーバーにレプリケーションを行くというような作りになっています。でそのノード自体は、お互い RPC で常に通信していて地下監視みたいなことをしている、そういうような、作りになっております。で、コンサルエージェント、これがそのノードの上で動かすやつですね、異質のノードの上で動かすやつですが、これにですね DNS と HTTP のインターフェースがあります。でユーザーは基本的にはローカルホストのエージェントのポートを、HTTP の REST API で叩いたり DNS で叩いたりすると情報が返ってくるというような使い方をします。エージェント同士は通信してるんですが、これはあんまり使う人は気にすることはないですね。もちろん通信ができなきゃなんですけども。あとは、Go で書かれているのでワンバイナリーで動きます。CLI もついてるんですが、 CLI も前も同じコマンド、コンサルっていうコマンドで、サブコマンドが違うことでデーモンで動いたり、デーモンというかサーバー的な役割で動いたり、CLI で動いたりするので、インストールはファイル1個を配るだけですね。そういうようなものです。で、サーバーっていうのは、クラスター内の全台の中で特定の少数だけで動いているものですね。で、台数は3台以上が推奨されています。で、1台のみがリーダーになるというのがあって、そのリーダー選出を、ラフトアルゴリズムっていうので、選出されて、どれかが確実に1台がマスターになるというような状態ですね。で何かデータを書き込みたいときはリーダーに行って、リーダーからレプリケーションされて他のサーバーにはデータがコピーされるみたいな形になっています。であとラフトについてちょっと話したつと全然時間がないので飛ばしますが、まあ、例えば複数台の、サーバーがいる中でどれドイツをリーダーとして認めたらいいのかみたいなことを強調しながら、合意を取るためのアルゴリズムですね。で自分一人だとリーダーになれないんですよ。っていうのは俺がリーダーになっていいのか、他に実はリーダーがいるんじゃないかということになってしまって、自分がリーダーだとはいけないんですね、一人だと。なので、そのサーバー全体の過半数の同意を得てから、そいつがリーダーになるというアルゴリズムなので、最低3ノードないと2票が過半数ですから、2台だと1票ずつ取って、過半数に達しないので、3ノードが必ず必要という、そういうアルゴリズムですね。ラフトについての参考資料、ちょっと後でスライドを公開したときにリンクでも見てください。はい、で、ちょっとだいぶ。はい、じゃあサービスとノードのディスカバリーの話をします。これはですね、さっき言ったようにいろんなサーバーの上で一部プロセスずつのエージェントが動いてるんですが、それをこの名前のノードはどこにいるのとか、このサービスを提供しているノードの IP アドレスは何っていうことを発見するための機能です。でそれの、機能を発見するために DNS と HTTP の API がついているというようなものですね。でこれちょっともうすごく単純にアプリケーションサーバーが3台あります、データベースサーバーが3台ありますみたいな。で、それぞれ IP アドレスが振られていて、でこれはもうちょっと都合によりすでにクラスターを組まれていると思ってください。
まあ、そういう時にこのアプリケーションサーバーを見つけたいとか、アプリケーションの、アップの見えないな、まあ、いや i の123456っていうコスト名のついたやつを見つけたいとか、そういうことをサービスディスカバリー、モードディスカバリーって言いますね。はい、で、どうやって発見するかというと、クラスターが組まれている状態だとコンサルメンバーズっていうコマンドをコマンド内で打つとダーッと書いてくる。クラスターに列が全部書いてきます。で、これ今見やすいように相当してますが、実際は何で書いてくるか、順番はぐちゃぐちゃですね。はい、これで IP アドレスとホスト名と、あとサーバーの状態、ステータス、アライブかフェリューとかレフとか、あとはサーバーなのかクライアントなのかみたいな、こういうのが見える。で、まあ、これだけだとコマンドラインなんで使いづらいので、あ、ちょっとその前にですね、フェイルドとレフトっていうのがあって、死活監視に失敗するとフェイルドっていう状態で一時的に外れます。あとレフトっていうのは自分がもうプラスが自分は正常に離脱しますよっていうと自分で外れてくれるっていうやつですね。はい、で、じゃあこれをどうやって、アプリケーションから発見するのかっていうと、 DNS インターフェースをまず使います。ローカルホストの8600番ポートに DNS の口が開いているので、そこに向かって例えば DIG で、127001の8600番ポートにこの名前の、ノードコンサルっていうのはそのドメインのサフィックスだと思うんですね。この名前のノードはどこにいるのかって聞くと DNS で英語が返ってくる。それで IP アドレスが分かる。で、あとはそのさっき言ったようにフェイルドとかレフトの状態によって変わって、引けるかどうかが変わってきて、フェイルドだと一時的に事故で、通信が途絶する可能性があるので IP アドレスは引けます。レフトだともう完全にクラスターからいなくなっているので引けないというような感じですね。なので、これを名前解決を DNS をうまいことやってやると内部 DNS として使えるというような仕組みですね。はい、じゃあ、あとは、これ今はノード単独のアドレスを引くんですが、サービスアプリケーションサーバーを全体で何台やるか分かんないんだけど、それの IP アドレスを知りたいよという場合どうするかっていうと、まあ、アプリケーションの定義の JSON を、置いておいて、それをコンサルのエージェントが読みますとサービスが定義されまして、で DNS で引く場合は、app.service.consul っていう DNS の、名前解決を英語でするとそのサービスをの定義の JSON が置いてあるやつの IP アドレスが返ってきます。こういうふうにして例えばアプリケーションサーバーどれでもいいからつなげたいよみたいな場合は、こうやって名前解決すると返ってくるのでどこかにつなぐということで、あとはアンサーの順番はランダムなので DNS ラウンドロビンみたいにコロコロ変わりますと。あとは、ちょっと注意しなきゃいけないのは UDP で問い合わせると、今 3ノードだったので対象が3アドレス返ってきて終わりなんですが、例えば10ノードあっても3アドレスだけが返ってきます。ラウンドロビン、ランダムで。で、一応ランダムで、ラウンドロビンで TTL0 なので問題はないんですけど、まあ、3アドレスしか返ってこないよってことはちょっと、気にしておいた方がいいですね。ただ、TCP で DNS を引けば全て返ってきます。はい、で、あとは、今 DNS で引く話ですが、HTTP の API でも引けます。ローカルホストの今度は8500番ポートに、HTTP のベストの口が開いているので、そこの V1 カタログサービスアップみたいな場所に問い合わせると JSON でアプリケーションサーバーのノードの IP アドレスが書いた JSON がダウンと書いてくる。で、あとは、タグをつける話がありますと、ちょっと飛ばしますね、これ。タグでマスターとかスレーブとか DB でつけとく。マスター、スレーブってつけとくと、名前解決はマスターの DB のサービスコンサルってやるとマスターが返ってくる。マスターってタグがついたやつが返ってくるし、サービスでスレーブってやると、それも返ってくるみたいな仕組みです。で、タグつけなければ全部返ってきます。はい、あとは、エクスターナルサービス。これはですね、なんだ、外部の例えば RDS の IP アドレス、じゃないや、RDS の、DNS 名を登録しておいて、それにエイリアスをつけるみたいな仕組みだと思ってください。まあ、あんまり最近入った機能なので、あんまり使ってないのかな。という感じです。はい。はい、で、これが今の、サービスの解決の話ですね。あと、ヘルスチェックの話があります。今はサービス定義してれば、コンサルエージェントが生きてれば全部返ってきちゃうんですけど、このサービスについてヘルスチェックを定義できます。でヘルスチェックに失敗したら応答から外れるってことができますね。で、その、3タイプありまして、スクリプトと HTTP と TTL 型っていうヘルスチェックがあります。で、まあ、スクリプトは、ナディオスとかセンス互換のスクリプトをユーザー定義のやつを定期的に実行して、ステータスコードが0だったらサクセスだし、1だったらワーニングですし、2だったらフェイル。で、フェイルの場合は、さっきの API のことから外れるので、死活監視をして、例えば、アプリケーションサーバーの死活監視をローカルからやっていて、アプリケーションサーバーのプロセスが落ちたら DNS の応答から勝手に外れるみたいなことができます。あとは、これ HTTP は、これは、例えば、カールでスクリプトを叩かなくても、コンサル自身が HTTP のヘルチェックをするっていう話ですね。
あとは TTL 型、これは例えばクーロンジョブがちゃんと本当に定期的に本当に実行されてるのみたいなことをやりたいときに、5分間ごとの TTL をつけておいて、5分以内に API を叩きに来たら OK で、API 5分以上叩きに来なかったらアウトみたいな、そういうようなそのプッシュ型の、ヘルチェックです。あともう一つありますね、主要な機能、キーバリューストアがあります。コンサルっていうのは、任意の値を出し入れできる KVS を持っていて、これ 8500万ポートのレストで使うんですが、普通にカールでプットの値をここに入れてねってやると、ゲットで取れるみたいな。KVS ですね。これとても便利。はい、あとは URL 引数でメタデータフラグっていうのをつけてやると、まあ何かメタデータ、これMemcached のフラグっていうと分かる人は分かると思うんですけど、圧縮されてる値、これの値は圧縮されてるよっていうフラグだったりとか、まあ、そこのユーザー用途の、任意の用途で、フラグを1個だけつけることができます。はい、あとは、JSON のレスポンスがバイナリも入るので、V64 でエンコードされてるんですけど、めんどくさいねってときは、ローってつけるとボディだけがどんどん入ってくるみたいな。はい、使い方。あとは、あるキーの下だけ再帰的に取りたいってこともできて、まあ、そうすると、一番上から全部ダーッと取ると、リカースで取ると、バックアップ、JSON でバックアップすることもできます、KVS の値。KVS というとベンチマークだよねということで、ベンチマークを取ってみまして、ワークっていうベンチマークツールで HTTP の API にキーを1個だけ取ってくるっていうやつですが、まあ結構早いですね。リーダーノードに直接ぶつけると、GoMax Prox って Go が CPU 何個まで使えるかっていうやつは4にしてあるんですが、その状態で、8コアのマシンで動かすと大体4万 QPS で、リーダー以外のサーバーに向けるともうちょっと下がるというのは、その全てのプレイヤーは全部リーダーに行くんですね。1回そのローカルホストのリーダーじゃないノードに行くと、リーダーに問い合わせて帰ってくるので、まあ、大体半分以下になると、まあ、そんな感じ、まあ、結構早いと思います。ゲットでプットがちょっと遅くて、まあ、そのサーバー間でレプリケーションしているので、リーダーにまず書きに行って、リーダーからスレーフォロワーのサーバーにデータが配られてみたいなことになっていて、で、まあ、あまり早くはないですね。大体 400QPS、まあ、そのぐらいですね。まあ、ただそんなにガンガンアプリケーションのユーザーデータみたいなものをつくむものではないので、クラスター内の設定情報とかですね、そういうものを入れておくのに使うので、まあ、実用上全く問題はない。結構叩けますね。ゲットが特に早いので、気にせずバンバン叩けるって感じですね。はい。で、これ、KVS、他の、例えば KVS 使ってもいいんですが、何が楽かっていうと、クラスターが正常に来ている限りは、常にローカルホストの8500番ポートを常に叩けばいい。で、フェールオーバーとかも何も気にしないで、常に叩けば、結果が得られるので、とても楽ですね。例えばフェールオーバーして DNS が指している A アドレスが変わったんだけど、それを DNS をキャッシュ結果をキャッシュしているクライアントがメモリ上に持っているとフェールオーバーできないとか、よくある話があると思うんですけども、そういうことは全くないので、とにかくそこは全部ローカルホストに向かって投げればいいだけで楽ですね。でさっきも言ったように、全ての問い合わせをリーダーが処理してしまうので、負荷が集中するんですが、ちょっとそれは逃げ手があって、ステイルモードっていうのを使うとリーダー以外でも応答できますと。はい、はい、ここまでが、コンサルの話で、これだいぶ時間がないな。はい、内部 DNS としてコンサルを使う話というのをします。これがまず欲しかった発端なので、はい。で、さっき言ったように DNS の口が持ってるんですが、8600万ポートで開いてるので、そこに名前解決をどうにかして抜けないといけない。で、まあ、ただリゾルブ本譜にローカルホストの8600番ポートを狙ってっていう設定ができないので、まあ、8600番ポートに届かないんですね。普通に名前解決するとクライアントから。で、あとは無理やり53番を開けさせることができるんですが、そうするとルートを持たせなきゃいけなくて、コンサルのプロセスはそのルート権でポート開いた後捨てるみたいなことはないので、常にルートで動かさなきゃいけなくてちょっと嫌だっていうのは、コンサルエグゼクとかいう、機能があるとですね、任意のコマンドをコンサルエージェントのクラスターの全台で実行するみたいな機能があってですね、ルートでやると本当にスルーのパスワードを全台に全てのコマンドみたいな状態になっちゃうので、大変危険なので、ルートではちょっと動かしたくないようなっていうのがあります。あとはその53番ポートに向けてしまうと再帰問い合わせをしなきゃいけないんですね。コンサルじゃないアドレスを引く場合は、例えば Google のアドレスを引きたいって時はどっかにフォワードしなきゃいけないんですけど、まあ、それはできるんですが、キャッシュ機能がないのでよろしくないということで、内部 DNS してコンサルを使いたい場合は、DNS マスクとかバインドとか、そういう DNS のキャッシュサーバーをローカルホストに入れておいて、まあ、ローカルホストなんだけど、まあ、入れておいて、そこからコンサルドメインの名前解決をフォワードするっていう形を取ります。はい、で、絵にするとこんな感じで、EC2 のインスタンスの中に、
ユーザーのプロセスの名前解説したいよって言ったら、ローカルホストの53番ポートを見てる DNS マスクに問い合わせて、ドットコンサルっていうドメインだったらエージェントに行くし、それ以外のやつは例えば VPC のビズルバーがあるとか、別に用意したバックアップ用のアンバウンドに行くとかね、そういうことをしますね。なんでアンバウンド用意してるかっていうと、時々 VPC のリゾルバーが音を返さないときが時々あって、そうするとRDS につなごうと思った瞬間に名前が引けなくて死ぬみたいな辛いことが起きるので、バックアップとして自前のアンバウンドも用意してたりします。はい、で、使い方はこれ簡単で、3行設定書けばいいだけですね。 DNS マスクコンフにね、コンサルドメインは8600番ポートのローカルホストに行ってねっていう設定をするだけで、あとリゾルブコンフの方にはですね、ここがちょっとポイントで、ノード名とサービス名だけで接続できる。例えば DB サービスコンサルとか名前指定するのめんどくさいので、 DB っていうだけで引いたら、返せるように、サーチドメインをノードコンサルとサービスコンサルって2つ書いてやると、そうすると DB ってだけだけの名前を引くと、DB ノードコンサルと DB サービスコンサルを引くので、名前解決が楽ですね。ホスト名だけで、あとサービスじゃなくてノードメインの場合はノード名だけで検索できる。で、まず DNS マスクに問い合わせて、で、あと下は DNS マスクが使う用の設定になりますね。VPC のリゾルバーがアンバウンドの方に振ってねっていう設定。はい。あとはバインドを使う例がありますが、バインドは、夏休み取りたいので使えません。はい。はい、じゃあ、ちょっと休憩。はい、じゃあ、ここまで機能の説明なんで、本番でどうするかという話ですね。まあ、デプロイメントテーブル、さっきも言ったように3台以上必要なので、3台か5台が推奨されています。で、クーラムサイズっていう、そういうふうに過半数リーダーを決めるために過半数が必要なので、3台の時は2台の同意が必要、5台の時は3台の同意が必要なんですね。なので、どっか落ちた場合にですね、4台だと結局3台の同意が必要なので、4台ある場合は1台落ちたら大丈夫だけど、2台落ちるとあると思うんですよ。そういう意味では3台でも4台でも変わらないんです、対象外性が。という意味では3台か5台がベスト。あんまり多いと多い必要もないので、3台か5台がいいんじゃないかなということになっております。はい、あとは、これどんぐらいリソース使うの重いんじゃないのみたいな話があるんですが、全然食わないですね。 CPU は 2CPU あれば十分で、メモリもだいたいフットプリントだと 20MB ぐらい、あとディスクも 2MB とかしか食えません。ただ、KVS をどんどん値を入れると当然それに比例してメモリとかディスクは食ってきます。KV にあんまりちっちゃい値しか入れなければこんなもので、 2CPU っつっても大体普段トップコマンドで見てると 2% とか 1% とかそのぐらいしか買わないので、だいぶ操作少ないですね。あとそのサーバーが3台必要ってことは、10台のサービスに入れた時に専用でサーバー3台とか立てかくないよみたいな感じがあって、そういう場合は、同居させちゃってください。ただディスク用が豊富だとハートビートが失敗してですね、リーダーが入れ替わったりするんですよ。なんでディスク用だけはあんまり激しくないホストに入れた方がいいですね。あとはもちろんですけど、オートスケですぐ落ちちゃうようなホストには入れない方がいいですね。はい、あとデーモナイズする方法が実はないので、デーモンツールとかイニットスクリプトとかシステムDとか好きな方法でやってください。はい、あとはコンサルをジョインする方法。これさっきまでずっとクラスターというものがすでに維持されているという状態でずっと話してきましたけど、まず最初にクラスターに入らなきゃいけないんですよね。自分が起動したときにあるクラスターに入れてって言って、そのクラスターに組み込んでもらわなきゃいけない。ただそのどこに入ったらいいのってことを指定しなきゃいけないので、例えばサーバーの IP アドレスを知ってるものをコマンドラインで指定するっていう方法が一つ。ただこれ起動時とかにやりづらいので使わないんですが、あとスタートジョインって言ってサーバーのアドレスをコンフィグファイルに書いておく。なので、コンサルサーバー固定 IP を振っておくと、楽ですね。あと別の DNS で解説できればそれでもいいんですが、そういうことですね。あとは、アトラスというサービスがあります。これ、ハシコープの提供しているサービスで、ベイグラント、パッカー、テラフォーム、コンサルとかを統合するという、なんか大統一理論みたいなサービスがあるんですけども、それを使うと、アトラスのトークンを入れるだけで、サーバーの IP アドレスがどこにあるとかは、全部そのアトラスの方に管理してくれているので、楽ですが、11の10ノートまでは無料で、11ノート以上は月40ドルかかっちゃうので、そのためだけ、ジョインを自動化するためだけに入れるにはちょっと高いなっていう話はありますね。はい、あとは、ハイアベラビリティの話。さっき言ったように、3ノートの時は1台落ちても大丈夫で、2ノートの時は2台落ちると、5ノートの時は2台落ちるとしても大丈夫。なので、そのように台数を使いましょうということですね。はい、あと、フェイルオーバーを勝手にやってくれるので、別にリーダーが今どことかはそんなに気にする必要はないです。
とあるな、あと障害が起きた時リーダーじゃないホストが落ち濃度が落ちても、まあ、別に何の影響もないですね。ただリーダーが落ちるとリーダーをもう一回選ばなきゃいけないので、まあ、そのために、リーダーが決まるまでは TNS とか CP のアクセスができなくなっちゃう、できなくなっちゃうんですが、まあ、大体 2,3 秒で終わります、障害があってから。なのでただ 2,3 秒の間でも DNS で名前引けないと嫌だなっていう場合も、まあ、あると思うんですよ。例えば DB につなげたい時とかね、 2,3 秒の間のリクエストが全部障害になっちゃうので、まあ、そういう場合はですね、ステールモードっていうのを使っておくとリーダーがいない状態でも、古い情報リーダー、リーダー以外のサーバーが応答できるので、ステールモードを使っておくとリーダーがこう入れ替わってるその瞬間でも応答が返ってきます。あとは TTL をつけることができるので、DNS キャッシュを前に置いているときなんかは TTL をつけておくと DNS キャッシュがその間の、リクエストを全部キャッシュしてくれるので、お得ですよと。まあ、ただ当然反映は遅れるのでトレードオフですね。はい、あとはステールモードの、HTTP でやりたい場合は、ステールっていう URL 引数つけるだけです。はい、あとはアップグレード、ずっとクラスターは基本的には1回動かしたら止められないので、入れ替えながらアップグレードができるようになっています。実際のやり方についてはテキストドキュメントがあるのでそこを読んでください。ただ基本的にはローリングアップデートといって、バージョンを1個ずつ入れ替えながら起動し直すことで、全体のクラスとアップグレードすることができます。はい、あと安定性、これ気になる、こういうなんか新しいもののミドルウェアを使っている場合はあれって本当に大丈夫なのとか、落ちたら死ぬんじゃないのみたいな話があると思うんですが、僕は 0.2 時代にすでにプロダクションに突っ込むというちょっとあれなことをしたんですが、まあ、それから1年以上で、まあ、0.3 にアップグレードして 0.5 にしてとかやって1年以上運用してますが、エージェントプロセスが落ちたり、なぜか知らないけどクラスターが崩壊したってことは1回もないですね。ただオペミスはどうしてもあって、さっきのコーラムサイズを満たせない台数までサーバーが減ってしまうとクラスターが崩壊するんですよ。なのでそうなると、まあ、もちろんクラスター組み直せばいいんですがデータが失われちゃうんですね。KV の値とかがどれが信じていいのか分からなくなっちゃうので、一回崩壊するとデータが飛んじゃうんですよ。なので KV は定期バックアップしといて、ユーザーのデータとかは絶対入れちゃダメですね。クラスター内の設定情報とかは、まあ、大抵入れ直せばいいような情報なんで、あとサービスの情報とかはクラスターが復旧すれば勝手に戻るように、はい、あとは監視はまあいいや、はい、あとはじゃあログインの話に行ってオートスケールの話をします。これ CPU のグラフちょっと後で出てきます。で、ロビーレクエストリケートにリリースしてですね、動画変換機能があるんですよ。そのスマホが動画を録画して、その録画した動画データをサーバーにぶん投げて、サーバーがそれを適切な、閲覧に適したやつに再エンコードしてっていう機能なんですけど、でそれを見せる。で、最初はエラスティックトランスコーダーで実装してました、AWS も。でですね、これとっても楽で、変換能力が勝手にスケールするし、まあ、特に何もする必要ないです。S3 に動画を上げて変換してねって情報を叩くと勝手に出来上がってくるっていうすごいサービスなんですけど、まあ、ちょっと高い。SD 画質と HD 画質で、まあ、これ1分あたりのコースなんですけど、で、ロビーの使い方だと投稿あたり4パターンで平均2分ぐらいの処理しなきゃいけなくて、そうすると1本あたり、1投稿あたり25円かかるんですね。で、25円が安いか高いかは全くサービスによるんで、あれなんですが、例えば1万本変換すると25万円かかりますというマシンですね。はい、で、こういうイベントがありまして、某とっても大人気なゲームに SDK を入れていただきまして、まあ、当然なんですけど、ものすごい動画がいっぱい来るので、ものすごいお金が勢いよく飛んでいくという事態が発生しまして、これやばいよ、1万本とかじゃないんで、来る量が、はい、うん千万円とか下手するとね、家が建つレベルでお金が飛んでくるので、ちょっと動画変換で家が建つってね、はい、家が建つんじゃなくて 家建つ分の金がなくなるんですけどで、しょうがないのでスポットインスタンスで動画変換をしましょう。スポットインスタンスってその安いけど、なんだろう、余ってるリソースを安く貸してくれるやつでやるんですが、まあ、勝手にスケールしてくれないんで自分でオートスケールを作らなきゃいけないですし、まあ、管理は面倒です。ただし、圧倒的に安くて、エラスティックトランスポーターだとさっき言ったように、これ、1本1投稿あたり 0.2 ドルかかるんですよ。だけど、CC28X ラージという32コアの、まあ、CPU がごっついたインスタンスを1時間借りてもスポット価格が 0.45 ドルなんですね。だから投稿2本に投稿処理するやつで1時間借りられるので、まあ、圧倒的に安いんですね。で、実際具体的にどんぐらい下がるかっていうと、100分の1はいかないけど10分の1よりははるかに安いからです、コストとしては。で、これがそのでどのぐらい負荷が変わるのかっていう話なんですが、この一番これ CPU の使用量を積み上げにしたやつですね。で、この一番低いところは 0.5
定常時2台とかしか動いて動いてないところ でこの赤いところが CPU 使ってるところで青がアイデアですね。で負荷が上がると同時に、まあ、インスタンス足してるのでだんだんこう積み上がっていくと。で、処理し終わるとアイデアが出て、まあ、暇になったんで下がっていくということで、これちょっと縦軸見えないんですけど45台ぐらいかかってますね。 一番このでかい山のところ、あの32個は42個台とか、まあ、それぐらいで、ただ平常時はほんとスカスカなんで2台も足りるみたいな感じで、あとはスケールについては CPU ではなくジョブの量でやっていて、動画変換なので多少リアルタイム性はいらないので多少遅れてもいいよっていうことで、ジョブがたまらない限りは 100% 使っていいよっていうような、ジョブがたまったら、インスタンスを上げるみたいなことをしています。はい、じゃあここからどうやって、コンサル出てきましたね、はい、どうやってインスタンスを起動するか。まず自動でコンサルにクラスターにジョインするときにユニークなノード名が必要で、そこはクラスター内でまずジョインするときにユニークになってないといけないので、それをなんとかしてつける必要があります。その後コンサルクラスターにジョインして、シェフをでやってプロジェクトビジョニングをして、アプリケーションのデプロイをして、ザビックスに登録してっていう、このなんか、ピタゴラス装置みたいなやつが動くんですよね。これ1個でも動けると止まっちゃうので、結構毎回ピタゴラス装置、はい、で、まあ、ホスト名つけるのはクラウドイニットで、例えば、あなたがトランスコードだよっていう、変換サーバーだよっていうファイルを書いてあります。でそれを RC ローカルで読み込ん でそれとインスタンス ID をくっつけてユニークなやつを勝手につけると。インスタンス ID はその AWS が管理している ID なのでダブらないので、それで勝手につけます。でコンサルクラスターにジョインします。自分のホストのネームはユニークになっているのでそれでジョインする。でプロビジョニングで、あとはそのコンサルじゃねえや、シェフでプロビジョニングするときにノード、シェフの方にノードが必要で、それがない場合は、JSON ファイルを自分でこの JSON が適用してねっていうふうにやるんですけど、それをコンサルの KV に入れてます。コンサル KV、まあ、コンサルジョインした後は引けるので、ローカルホストのこの自分のホスト名に適した JSON を取ってきて、その JSON ファイルを指定してシェフクライアントを実行。っていうようなことをして、シェフでまずプロビジョンしますと。次、デプロイの話、やっと出てきました。はい、ストレッチャーという、ソフトウェアを使ってデプロイをして、最後にデプロイが終わった後に自動登録ザビックスにします。というのは、OS 起動時に登録してしまうとですね、デプロイも終わってないし、シェフも終わってないので、アラートが飛んじゃうんですね。なので、デプロイが終わって一番最後にザビックスが、エージェントを、起動するみたいなことをしています。はい、やっとここまで来ました。で、ストレッチャーは先ほど の午前中のここでやったセッションで紹介していただいて、40倍速いぜみたいなすごい宣伝をしていただいたんですが、まあ、そういうソフトウェアは、これは僕が作ったやつはデプロイツールがありまして、それを使ってデプロイをしています。で、何かっていうと、まあ、OSS ですね。でコンサルとサーフと連携して動くデプロイツールということになっております。はい、で、なんでこれを作ったかなんですが、今までですね、その中央サーバーから rsync でそれぞれのホストに、まあ、並列にはもちろんやるんですけど、配るっていうことをやってました。で、そうすると、オートスケールに対応できないんですね。そのオートスケールのホストはいつ起動するかわからないから、デプロイを中央ホストはいつやったらいいかわからない。あとはですね、まあ、そういう意味でプッシュ型っていうデプロイっていうものを呼んでるんですが、そういうやり方をまずそもそも改めないといけなくて、あとはその rsync で逆にプッシュしたらいいんじゃないかなっていう話もあるんですが、例えば、その中央サーバーの方でビルドしてる間に中途半端な状態に持ってかれると困る。そうするとロックしなきゃいけなかったりとかしてめんどくさいと。あとは各ホストから GitPull、これは午前中の話になったやつですが、まあ、あとその生成物が結構あってですね、グラントの作った、CSS だとか JS だとか、あと Go のビルドされたものだとかそういうのもあるんで、そういうのをリポに入れたくないし、まあ、台数が100台規模になると辛い。GitPull のためにすごい多大な苦労するみたいなことは嫌だと。あとは、いろいろやり方があってですね、デプロイごとに AMI を作り直したいみたいな人がいる、まあ、そういうことでやってる人もいると思うんですが、AMI を作り直して、まあ、10分とか、まあ、それぐらいかかって、入れ替えてもまた10分とかかかっちゃうん で、そうすると、1日10回とかデプロイできない。まあ、できするためには、ずっと待ち時間が長くて辛い。ので、まあ、それを全部解消するためのツールを書きました。で、これ、最初に言っておきますが、インスパイドバイ、ソラハ君の間宮と、AWS コードデプロイからただあれだなと、まあ、ほぼ機能的にはパクリと言って差し支えない。実装が全く違いますけど、まあ、そういうツールでございますね。で、方針としては AWS じゃなくても動くっていうのは、GCP だとか AWS じゃないところを、まあ、弊社の他のプロジェクトで扱う可能性があって、AWS だけで動かしているわけじゃないので、まあ、そういうものを作りたい。
あとは、ただその今までのデプロイをこっそり変えてしまうと、いろいろどこに不具合が発現するかわからないので、基本的には R 進行した上でコマンドを実行、再起動とかをするっていうフローはそうなんです。あとは、その SSH でデプロイしてねっていうので、SSH を100台に向かって10台にこうやっていくっていうのが辛いので、まあ、そういうことはしない。コンサルのイベントっていう仕組みを使って、デプロイするっていう感じですね。あとは Go で書いています。Go パーク。どういうアーキテクチャになってるかっていうと、これがデプロイサーバーっていうのがここです。これはまあちょっとモダンなやつだとジェンキンスとかビルドすると思うんですけど、あんまりモダンじゃないので、デプロイサーバーの上でGitプルしてきたやつをその場でビルドして、で以前はそこから Rsync で配ってたんですが、Rsync に配るのをやめてですね、ターンのアーカイブを作ってすぐにボーンと投げます。あとマニフェストっていう、そのどういうふうにデプロイするのか、どのファイルを使ってどういうふうな、コマンドを実行してデプロイするのかという定義した YAML ファイルも SE にあります。で、コンサルイベントを使って、ここにいるクラスター内の、ホストにこのマニフェストでデプロイしてねっていうのを送りつける。そうすると、各ホストで動いているエージェントがマニフェストと、タワーボールを取ってきて、その手順書通りにデプロイをしてくれる。というのがアーキテクチャです。あとこれ SE って書いてますけど、SE だけじゃなくて、自前の HTTP サーバーにもできるので、まあ、AWS じゃないところで動かしたい場合はそこをなんとかする、はい。で、あと今出てきたコンサルイベント、これもコンサルの機能なんですが、ゴシッププロトコルで、各ノードにイベントを通知する仕組みがあります。で、まあ、これコマンドラインで打つんですけど、コンサルイベント、ネーム、イベントの名前はいろいろ好きな、例えばデプロイだったらデプロイ。で、ノードは絞り込みたい場合はノードの正規表現を入れると。で、ペイロードっていうのが、任意の文字列ですね。まあ、それで、これを打ってやると、クラスター内の指定したノード、もしくは全体にこのペイロードが届く。で、それを受け取る方は、コンサルウォッチっていうのを使います。で、ウォッチ、タイプイベント、ネーム、コマンドってやっておくと、こうすると、ずっとブロッキングしてですね、イベントが届くまでずっと待ちます。で、イベントが届いた瞬間に、このコマンドを、そのペイロードを JSON で標準出力から渡してくれて、コマンドが実行される。という仕組みに乗っかって、コンサルのエージェントは動いております。はい。で、デプロイプロセス。実は、ビルドプロセスとかは、すでにあるので、ストレッチは全く関与しません。ビルドしてタージップにするとか、依存 C パーモジュール、まあ、パールで書かれているので、C パーモジュールだった場合、これもそれぞれでインストールしていくとバージョンが違うのが入ったりだとか、まあ、時間がかかったりするので、全部ターボルにぶち込みますね。で、マニフェストを書いて、タージップと、マニフェストを S3 に上げて、で、イベントで、このマニフェストに実行してねっていうことをやる。デプロイスクリプトっていうのも何か書いてあるから、ここまではそれじゃ何も加入しません。でそれじゃあやることは、ここからイベントが降ってきたタイミングで、イベントからマニフェスト URL を読み取って、ターボールを読み取って、で、一回テンポラリディレクトにダーッと展開して、そこから Rsync っていう形を取っています。なので、今まではリモートホストから直接 Rsync してたんですが、一回ローカルファイルになってから Rsync になって、まあ、結局 Rsync されたところについては挙動が一緒なので、まあ、今まで変わらなくて安心ねっていう話ですね。で、その後に再起動とかすると。で、マニフェストはどういうものかというと、まあ、これぐらいの絵本ですね。ソースが S3 の URL が書いてあって、チェックサムがネのためについております。あと、これはシャアのニコロとかね。あとはディスティネーション、これが Rsync の先ですね。一回テンポラリに展開されてからディスティネーションのところに Rsync で持って帰ります。であとはコマンドっていうのがプレとポストとサクセスフェイリアというのがあって、プレは、Rsync する前、ポストは Rsync が終わった後、サクセスっていうのは全体が成功した後、フェイリアっていうのは全体がどっかで失敗した後に呼ばれる。フックがあってここに、コマンドを書いておくと何のコマンドでも実行できる。あとはエクスクルード Rsync のオプションに渡すやつですね。 PID ファイルとか消されたら困るのでエクスクルードしておくみたいな、こういうマニフェストを作ります。はい。で、実例ですが、だいたいタージジップがでかい200メガ展開すると400メガ、なんででかいかっていうと、 C パーモジュールが圧縮しない状態で、カートンがインストールしたやつが110メガあるんですよ。で、審判モジュールインストールするだけで30分以上かかるっていう、なかなかエグいモジュール依存があるんですけど、まあ、なんで、確保するやりたくないんですね、こんなことね。だから全部もう配っちゃった方がいい。あとは、ノードで書けたものがあるので、ノードモジュールズもまあ全部入ってるので、それなりにでかいし、あと Go のアプリケーションもまあ、ちっちゃいとはいえば、なり8メガとかぐらいはあるので、いっぱいあるとそこそこ容量がある。あとは、歴史的経緯でスタティックファイルが置いてあって、まあ、それも S3 に置きたいんですが、まあ、ちょっと全部認可しきれてないのが残ってて、なんだかんだで、ターン時10分にして200メガある。はい。で、ただ、どれぐらいで終わるかっていうと、まず、プロダクションブランチにプロ
プッシュした後にビルドが走ります。でビルドはカードインストールしたりグラウンドしたり NPM をビルドをちゃらかちゃらやる。で生成物が全部できたので今度はタージジップに固めてスリーに上げるんですね。まあ、ここはだいたいビルドは変更が大きくなければ1分、変更が大きいともちろんそれに時間かかりますけど、まあ数分で、パックするところが1分で、最後にストレッチャーで、デプレイが走るところが、まあ、最速10秒から30秒っていう感じで、まあ、100台あってもこんぐらいの時間でデプレイが完了するという感じになってます。はい、大体これタイムスタンプ、まあ、ちょっと読めないと思うんですけど、サクシールドが出るまで11秒とかですね。で、まあ、200メガダウンロードしてるので結構エグい負荷がかかっていて、スリーさんは本当すごいなと思って、100台で200メガをほぼ同時に一斉に取りに行くんですよ。ちょっと自前 のサーバーとか立てたくないレベルで負荷が来るんですけど、 S3 はそれでエラーになったことが1回もないんで、1回だけだったの前、ちょっと調子悪かった時に1回こけたぐらいで、基本的に全くそれで取得に失敗しないというとんでもない眼鏡のシステムなので、まあちょっとただ仙台になったら多分あれかなというそういう感じはあるので、まあそしたらちょっといろいろ工夫はしますけど、まあそういうことで S3 本当すごいねってことですね。で、あとはロールバックしたいのは場合にとても威力を発揮してですね、ビルドのフェーズはもうすでに全部終わってるんですね。デプロイ、過去にデプロイされたものは S3 に残っているので、マニフェストの URL だけをイベントで送ってやればすぐそのバージョンをドーンとデプロイし直すことができる。そうすると戻したいって場合に、まあ、10秒で戻ります。ビルドもいらないので、プッシュしてビルドしてうんちらしてかんちらしてこれ全部いらなくて、この URL だけドーンと送れば10秒で戻る。素晴らしい、これが楽ですね。特にデプロイにミスってなんかやばいものをデプロイしちゃって一刻も早く直したみたいな時に、まあビルドが時間がかかってとかするとなかなか辛いので、で直前の1個前にデプロイしたやつは何しろさっきまで動いてたやつですから、まあ、確実に動きますよね。それをぶち込むことができる。はい、で、これさっきのセッションで質問があって、イベントは送る方は、送ったら終わりなので受け取った人が何人いるかとか分かりません。で当然失敗する可能性もまあ稀にあると。で失敗した場合にどうやってその失敗を検知したりログを見たりするかっていう方法ですね。はい、でそのために作ったのがコンソール KV ダッシュボードっていう、アプリケーション。はい、でこれはですね、まあ、例えばシェフの結果であるとかサーバースペックを回した結果であるとかさっきのストレッチャーの話であるとかですね、いろいろ各ホストで発生するログっていうのがあります。でそれを、一覧してみたいなっていう話があって、でまあ、例えば失敗した時だけだったら IRC とかスラックとかに通知すればいいだろうって話なんですが、例えば100台デプロイの定義を間違うと100台で全部失敗する可能性があって、100台で失敗すると通知が100行飛んできてアビ評価になるわけですよ。でだからこれはでしかもそのデプロイ基本的には同じタオルで配ってるので失敗するとき全台で失敗する可能性が常にあるわけですね。なので、まあ、ちょっとこれを全部通知すると規模によっては辛い、10台くらいだったら別にまあ大したことないですけど、ということで、こういうダッシュボードアプリを作りました。コンサル KV がバックエンドになっていて、それをいい感じにダッシュボードにして表示してくれる。で、よいしょ。でも動画なんですが、これちょっとスルチャじゃなくてシェフの例なんですけど、パッパッパッって今これ始まりましたよって、もう開始のフェーズで状態をコンサル KV に登録して、で今この下ログ流れてますけど、これはその各ホストでシェフが動いててログが流れるところですね。でシェフにはそのレポートハンドラーとかやってましたね、エクセプションハンドラーといって終わった時にその状態を報告するハンドラーがあるので、そこでこのコンサル KV にポストするとポンポンポンと反映されて見えるっていう、こういうダッシュボードを1個用意してあります。でここに、開くとログの詳細が出てきて、今のシェフで変更されたディフが見えるみたいな、まあ、そういうシステムですね。あとはこれはまあ100行あると目では見えないので、ここで入れるとホスト名でグレップできるみたいな。あとは今ちょっとこれオールグリーンなのであれなんですが、ステータスの状態によって絞り込んで見ることができるみたいな仕組み、はい、これがあると100台で失敗しても100個通知を送らなくて大丈夫です。で登録の仕方はまあちょっと単に KV に送るだけなので、普通にカードで何でもやってください。で、こういうキー構造になっています。カテゴリーっていうのがシェフだとか、それ、Java とか、まあ、そういうやつですね。で、ノードの名前があって、あとフラグにタイムスタンプを持たせたかったので、ユニックスタイムを選倍したやつと、ステータスをちょっと、選倍して足すみたいな、そういうふうにエンコードして入れてやる。で、ステータスは0、1、2、3っていう 4状態も作ることができると。で、これもキーで KV にプッシュすると。
で、あと画面のさっきのデモで見えたように、即時更新が起きるんですね。で、即時更新どうやってやるかというと、ブロッキングクエリという仕組みを使います。これコンサルが持っている仕組み。で、コンサルの KV とか何とか叩くとですね、X コンサルインデックスっていうヘッダーがついて返ってきます。で、このインデックスを次のクエリに、次のリクエストにつけてやると、このインデックスよりも新しいデータが来た時だけデータが入ってくる。新しいデータが来るまで、待ちます。ブロッキング。ブロック。で、ログポリングみたいになってるんで、それを使って、さっき取ってきたインデックスより新しいのが来るまで、遅延させて、そうすると新しいデータが発生した瞬間にポンと返ってくる。みたいな仕組みが、今回はコンサル自身が持ってるやつですね。これを使うと、コンサルテンプレートっていう仕組みがあって、例えば KV とかノートとかに値を突っ込むと、テンプレートを展開してくれて、テンプレートを展開した上でサービスの NGX リサートみたいなね、その、例えば NGX のバックエンドの定義を、コンサルのノートの情報から取ってみたいなことができますね。はい、で、KV ダッシュボードをやること、これも Go で書かれています。あとはその Go ビンデータっていう仕組みで、全部、さっきの CSS とか必要なやつを全部まとめてあるので、ファイナリーこれも起動するだけで静的ファイル配信サーバーもできるみたいな仕組みになってます。はい、やることといっては、その実際のコンサルのへのリバースプロキシーと、まあ、レスポンスの API をちょっときれいに整形してくれるっていうのと、あとはその KV のデータっていうのはノードが消えても消えないんですね。だから過去に古いノードが、登録したデータっていうのを、まあ、どこで掃除しないと残り続けるので、エクスパイアとかもないので。なので、ただそのダッシュボードに過去に古いデプロイのログとか出てもしょうがないので、カタログノードって言ってですね、そのコンサルで今いるノードが取れる API があるんですけど、そこを監視しながら、存在するノードのデータのみ拾い出して返してくれるみたいなことをやってます。はい、あとはさっきの通知の話、トリガー機能があります。で、例えばカテゴリーの全体の状態が変化したときに1回だけコマンドが呼ばれるっていう仕組みがあるので、オールグリーンな状態からワーニングに変化したらコマンドが1個呼ばれる。まあ、そこでアイラシに通知するなり、まあ、アラートを出すなり、まあ、そういうことをすればよいと。そういうトリガー機能があるので、100行失敗しても流れません。はい、あとは、オートスケールの TIPS。これちょっと前か。オートスケールって起動したときに、最新のデプロイをしなきゃいけないですね。で、なので、今どれが最新かっていうのを調べなきゃいけないんですが、これもコンサル KV に入れちゃってます。なので、デプロイするときにこれが最新だよっていうのを KV に入れて、そうすると起動した後にコンサル KV で取れるので、まず KV から最新を取って、自分自身にイベントを送っていくと、ストレッチャーがデプロイしてくれる。あとは注意点。AMI、マシンイメージに残っている古いアプリケーションが起動すると事故るんですよ。当然。で、その場合ですね、最新じゃない場合、起動しないということをしなきゃいけなくて、まあ、そのためにそのファイルに書いて、デプロイ時にユニークな ID を作って、ファイルに入れて、でそれをターンに入れておきます。で、デーモン2で起動するんですけど、デーモン2で起動するときの最初に、ローカルファイルの値と KV の値を比較すると。そうすると、最新じゃない場合は起動しないことができます。ただ、最新じゃない場合は落ちるとかやっちゃうと、やめすぎで、なんか間違うと全滅するので、初回起動時のみですね。初回起動時のみは、最新じゃない場合は起動しない。で、その1回起動すると、サーバースターターで、ブレースフリースタートができるので、そこをこのチェックを走らないんですよ。なんで、普通のデプロイ時の、再起動では、基本的にはこのフェーズはスキップされるので、最初にインスタンスが起動した時の1回目の時に起動するみたいになってます。はい。あと、ちょっとこれも小ネタ。まあ、その内部のホストの名前解決ができるんですが、やっぱり SSH したいときがあるじゃないですか。SSH したら殺すみたいな人もいるんですけど、まあいいや。SSH、まあ、すいませんね。で、そういうときにバッシュコンピレーションを使って、コンピューテーションを使って、SSH のホスト名保管というのができます。で、デフォルトではそのノンホストを使うので、まあ、過去にしたことがあるホストは出てくるんですけど、新しいホストとか出てこないんですね。そうすると、まあ、ゴミがどんどん溜まっていって、とても不便になる。ので、そのノンホストを読むところの関数をバッシュプロファイルで上書きしてあります。で、これちょっと読みづらいんですが、コンサルメンバーのアライブなやつだけ取って、ちょっと加工したやつを返すっていう形なんですけど、これキータに上がってるので、検索すれば出てくると思いますが、まあそういう、この上書きしてやると、SSH でホスト名を交換するときに、今生きてるホストだけが自動的に保存されるっていう、とっても快適な状態になりますね。はい、おすすめ。はい、じゃあまとめです。まあ、コンサルもさっきも言った通り、すごく機能が豊富で、まあ、いろんな機能があります。DNS インターフェース、HTTP インターフェースもありますし、KVS もあるし、まあ、イベントもあるし、あとロックとかの話なんですけどありますし、まあ、いっぱいあるんですが、まあ、ただ、使いたい機能だけ使うということはもちろんできて、
例えば KV だけまず使ってみるとか、イベント通知だけ使ってみるとか、この内部の DNS は既にあるよっていう人も、まあ、別にそれは使わなきゃいいので、イベント通知だけに使うこともできますし、あとヘルチェックだけに使うこともできますね。で、その、まあ、HTTP とか、DNS のインターフェースをアプリケーションとして使いこなすと、コードの自動化が可能になりますので、さっきも言ったように、コンサルテンプレートで、NGINX のバックエンドを自動的に入れ替えて、ノードが落ちた瞬間に切り離すみたいなこともできます。はい、なので、まあ、使いたいところから触ってみればいいかなとは思います。はい、はい、じゃあ、以上ですね。発表ありがとうございました。では Q&A の時間としたいと思いますので、質問のある方手を挙げていただいたら、マイクの方を持っていきますので、質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、一番後ろですね。rsync とかで取ってくるとき、とか、失敗した時とかリトライするんでしょうか。rsync で取ってくるというのは、ストレッチャーの部分。ストレッチャーですか。ストレッチャーはローカルのテンポラリーディレクトリからローカルファイルに、rsync するので、リトライはしないですね。まあ、基本的には失敗しないですし、まあ、もし何かファイルが例えば消せないパーミッション上消せないファイルがあったりしたら、失敗は rsync の失敗をするので、まあ、そこでストレッチャー自身がアボートするので、そこで失敗。全体が失敗するという感じですね。なるほど。他に質問のある方、はい、じゃあこちらです。ストレッチャーでデプロイするときに、例えばブルーグリーンデプロイメントみたいな、まあ、全体のクラスターを、複数のグループに分割して少しずつデプロイする、あるいは、1つデプロイして丸ごと切り替えるみたいな、そういった、まあ、デプロイをした方がなんか例えばデプロイがこけるなりデプロイ内容する内容がなんかバグを持っていたりしたときに、まあ、安全とかそういうところはいろいろあるかと思うんですが、そのあたりどうでしょう。そうですね、まあ、試しに1台にやってみるみたいなやつだとイベントを特定のノードにだけ送りつければ、まあ、そこでできますし、あとブルーグリーン全体でやるとなるとですね、例えばコンサルロックっていう仕組みがあって、例えばコンサルロックで N5 とかやると5台のノードだけがまずロックを取得できるっていう全体で機能があります。でそうすると同時にまず全員が一斉に始めるんだけど5台が先に始まります。5台だけそのロックを獲得できたやつが実行が始まって、それが全部落ちるとロックが解放されるので後ろは順番にみたいなことになるので、まあ、そこら辺をうまく使ってブルグリーンやるとか、あとはそのイベントを送るクラスターを分ける、まあ、とかですかね。そのぐらいかなと思ってますが。わかりました。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。あ、じゃあ、はい、最後。アプリのノードに同じアプリを冗長パターンの不適で複数立てることもあるんですけど、そういう場合ってコンサルってそのまま使えばいいんですか。同じアプリを複数。フォント番号だけ変えて。使えますね。サービス定義のところでポート番号を指定できます。で、ただ DNS で引くときは、なんだっけな、SRV レコードっていうのを確か引くと、ポート番号まで含めた結果が返ってくるんですよ。あとは HTTP の API で引くともちろん、ここですけど、ここでサービスポートって3000って書いてあるんですけど、これはこの JSON ファイルの定義に定義したやつなので、まあ、ここを変えたやつを、まあ、サービス名とかちょっとサービス ID っていうのはユニークにしなきゃいけないんですけど、そこを変えてポートを変えてやって、あとは HTTP の API を見るとポートが違うのが返ってくるのでみたいなことはできると思います。その他質問大丈夫でしょうか。
ろの方です。コンサルの貴重な知見をありがとうございました。私も結構コンサル使ってるんですけど、ついついなんかありきたりなもので済ましちゃって、こういうストレッチャーとかダッシュボードとか、まあ、自分でも作ってみたいなと思うんですけど、どれぐらいに実装の時間が必要でしたかっていう質問したいです。ダッシュボードは3日くらい、2日3日くらい、リアクトのビューも含めて2日とか3日とか、まあ、やること少ないのでそのくらいですね。ストレッチャーのプロトタイプは本当に数日だと思いますね。で、ブロッキングクエリみたいなロングコールするものをやるを使うときに、やっぱり Go だとすごく楽で、パールだと非同期になっちゃうので、まあ、エニーイベント使ったりだとかなんだとかってちょっとめんどくさいみたいなことが起きるので、まあ、その非同期ものを扱える方が、API 叩くには便利かなと思いますが、まあでも、基本的には API 叩いてるだけなんですね。まあ、ストレッチャーなんかは本当に実はコンサルとあんまり関係なくて、コンサルのイベントを受け取った後はコンサルとは一切関係ないんですよ、実は。ので、別にコンサルじゃなくても動くんですけど、まあ、そういう意味では、この HTTP の API を叩けるアプリケーションを作れば、あとはそのアプリケーションの複雑さ次第でしょうね、という感じですね。ありがとうございます。他に質問ございませんでしょうか。そうですかね。はい、それでは藤原さんどうもありがとうございました。